はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのビストロフェードラッヘで手に入る武器と召喚石を、まあ、評価するっていう感じの動画の方をやっていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、まあ、今回ビストロフェードラッヘなんだけど、手に入る召喚石と武器についてはこんな感じになってる。先に言うとネタバレになっちゃうから気をつけてね。で、武器の方なんだけど、今回は火属性の楽器が手に入ります。で、もうまず先に言っちゃうと、火属性の楽器で攻撃力が上がるものっていうのがもう序盤だったらほぼほぼないんですよね。で、まあ、大体あれぐらいかな、クラリスのこととか、なんかこう課金武器だったら2、3個ぐらいはあった気がするんだけど、なんかこう火属性のことってないんですよ。で、まず先に言うと、もうそういう意味で火の EX 工人で楽器っていう時点で、もうわりかしらゴールデンベルに関しては僕は初心者向けになしではないんじゃないかなっていうふうに思ってます。奥義効果が味方全体の HP を回復で、EX 工人の方ではついてて、で、2個目のスキルが火の治癒っていうことで、火属性キャラの回復上限が上昇しますよっていうスキルがついてんだけど、こちらの方回復量、奥義効果今3凸してるんだけど、この3凸の奥義効果で回復量が400だったかな。で、まあ、あの治癒スキルがついて、まあ、これレベル1なんだけど、治癒スキルがついて大体430ぐらい回復してたんだけど、まあ、大体奥義効果は400っていう、まあ、そんなにいいような数字ではないよねっていうぐらいの回復量だったかな。ただ、まあ、さっき言ったように火属性のことっていうのがないんですよ。で、火属性のことがあるとどうなるかっつうと、あのね、これも結構言っちゃうんだけど、火属性って結構ティアマグ確定とかティアマグ HL とかもうナタクとかに恐怖を刺すためのソウルピルファーを入れられるんですよね、っていうのがすごい強い。だから最初の方スーパースターとかね、エルシオンとかでソウルピルファーを持って、で、そこでソウルピルファーを入れることによって、そこから翼オアパーシバル、翼オアパーシバルを使うことで相手に恐怖を入れてしまうと、相手に恐怖を入れてそのまんまはめ殺すみたいなこともできるようになってるんですよね。だからマグナの確定をするときに、こうガチャキャラで翼オアパーシバルっていうのが出た後に、もうこちらのこの今回の武器を取っておくとすげえ楽に攻略を進められると思う。で、まあ、あの火属性のティアマグに関、あの風のティアマグに関して言うのであれば、サイドストーリーをだけさえやってしまえば、あのクリアできるんじゃねみたいな動画を昔は出したりもしたんだけど、やっぱりこっちの方が楽ですね、特に何も考えなくていい。相手のチャージターンが増えないから、そのまんま叩き続けろみたいな、連打だババババババみたいな感じになってるから、もう楽です。こっちの方が楽ではある、っていうような感じなんで、まあ、もし初心者でパーシバル王は翼、まあ、恐怖要因系のキャラクターを持っているのであれば、ゴールデンベルはめちゃくちゃ使いやすいかなっていうような印象を持ってます。なんでね、まあ、こちらの方ゴールデンベルに関しては僕は3凸作っておくと、結構な人が3凸作っておくと問題ねえんじゃねえかなと、まあ、ただ逆に言うと、もうすでに持ってるよと、こと火のことを持ってますよっていう意味だったら、まあ、ちょっとこう薄いよね。他に EX 工人ゼノイフとかをやってて、ゼノイフ斧とか持ってるよっていう場合で、かつことに関してもクラリスのこと、メビウスとかね、まあ、こういうような火属性の楽器をもうすでに持ってるから、そんなに欲しいと思ってねえんだみたいな人がいるのであれば、まあ、使わないかもねっていうような感じになってるかな、俺の中では。ということで、まあ、このベルに関しては、まあ、あのアルク杯の精錬などに利用してみるのはどうだ。え、杯の精錬に利用するって進めるの、すごっ今気づいたわ。まあ、そんな感じで、まあ、あの必要な人は取ったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、EX 工人で HP 回復の効果も上がるっていうことなので、サブ武器としてもまあまあ、まあまあ使いやすいんじゃないかなっていうふうに思ってる。で、召喚石の方、これネタバレ入っちゃうんだけど、こちらベインですね、クッキングベインっていう召喚石がもらえます。で、一応こちらの方も使ってみたんですよね。こんな感じで並べて使ってみたんだけど、3凸すると効果が変わるかもしれないんだけど、無凸状態で10回召喚してみたんですよね。そしたら上がったのがバリア、火属性攻撃アップ、奥義ゲージ上昇 20% っていうのがランダムで強化効果として上がりました。なんで、まあ、そんなにめちゃくちゃ強い感じじゃないかな。まあ、これがあるんだったらちょっと昔の話になっちゃうけど、召喚石の伸びよっていう石があるんですよね。まあ、そっちの方がすごい使いやすいんで、まあ、あれは特別な配布石なんだけど、まあ、そんな感じになってるから、まあ、正直クッキングベインに関してはめちゃくちゃ強いって感じではないかな。メインカゴに関しても防御アップだからちょっと微妙かなっていうような感じになりました。ということでね、ビストロフェードラッケの武器と召喚石の方をちょっと、何と交換できるのか
一緒に見に行くか。ほう、話でございました。まあ、こちらの方残りの部分に関しては累計貢献度はできる限り集めておくと、この至極の指輪っていうのが美味しいんでね、まあ、貢献度は極力、まあ、できない人もいると思うんで極力集めておくといいことで、討伐賞に関してはもう全部うまいし、特に最近だったらセフィラストーンですね。こちらのセフィラストーンっていうのがあるんだけど、なんかこうアーカルムの転生っていう、まあ、強くなってきたらやらなきゃいけないのがあるんですけれども、もうそちらの方でね結構使うようになって、僕も今足りない状況になってるからこういうのも集めておいたりとか、まあ、下の方になると破行の指輪っていう EXLB アイテムとかがあるっていうことから、で、まあ、討伐書の方は全部、まあ、マルチバトルに救援に参加するだけで手に入るんで、店が潰されなくてよかったなジャック。まあ、そんな感じで、討伐書はできる限り累計貢献度もできる限り、あ、討伐書は全部累計貢献度はできる限り集めつつ、まあ、戦火ガチャについては 1,2,3 箱目までは特別なアイテム、ね、こちらに指輪とかが入ってるから取り逃しないようにしっかり取ってから次の箱に行きましょうっていうような感じで、ピストルフェードラッヘの武器の評価についてでした。皆さんの参考になれば幸いです。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。